それでは私は議案質疑1点と一般質問を4点いただきましてさせていただきます。まず認定第1号平成28年度守山市一般会計歳入歳出決算の認定のについてのうち、地方創生加速化交付金事業に関してお伺いをいたします。平成27年の10月守山市は近隣府県市長に先駆けて国に申請し地方創生に取り組んでまいりました。27年度の当初計画には全くなかった事業が前倒しで次々と始められ、職員不足が指摘をされているのに新しい課をも創設をして市長肝入りでこの事業を進めてまいりました。取り組みの結果、当初見込んだ効果はどれだけ達成できたのか、今後に生かす教訓は何か検証が必要です。そこで総合政策部長に以下4点についてお伺いいたします。地方創生で目的とする生活に密着した創業支援と就業促進としては地域振興にどのような貢献があったのか、取り組みを通してどのような創業が行われ、新規就業者はどれだけか、稼げるまちづくりの取り組みということも言われていますが、経済効果はどれだけあったのかお伺いします。2点目、自転車を軸とした観光振興は美和市で自転車愛好家に好感を持って受け入れられていることや全国から注目を集めていることは認めています。守山市にとってどのような効果が得られたのか、外国人観光客の誘客を見込んだ事業の経費、そしてその結果の到達はどうだったのかを伺います。3点目、自転車まちづくり推進組織の在り方についてお伺いします。自転車愛好家、いわゆるサイクル的な私的な活動団体の事務局を行政が持っています。市民の理解は得られないのではないかと思いますが、見解を求めます。4点目、市政課題の優先度から見て地方創生関連事業の唐突さは市民からも職員からも批判の声があります。守山市の身の丈に合った事業推進という視点化が必要ではないのでしょうか。今日までの地方創生の取り組みに関して成果と教訓、今後の課題は何かお伺いをします。総合政策部長。それでは、小牧議員ご質問の1点目、生活に密着した創業支援と就業促進についてお答えいたします。まず創業支援でございますが、守山商工会議所、金融機関、滋賀県産業支援プラザ及び本市が参画します地方創生の取り組みの一つでございます。守山市仕事はじめ支援協議会を昨年6月から定期的に開催しておるところでございますけれども、創業予定者の事業計画等に対しまして、各機関の専門的な見地から助言や、情報交換等を行いまして、すでに飲食店や美容関係など10件以上のご創業が実現しているところでございます。次に、就業促進及び稼げるまちづくりの取り組みでございますが、国枝バラ園、旭化成、JNC ファイバーズ、パシフィック技研、琵琶湖マリオットホテルなど、市内の有力企業の方々によります新たな投資によりまして、雇用者数の増加も今後見込める状況にございまして、また稼げるまちづくりにも寄与しているものと考えております。次に、2点目の自転車を軸とした観光振興の効果についてでございます。昨年に引き続きまして、今年も7月に守山市内に自転車のまちづくりに注目された世界的に有名なブランドの自転車販売店がオープンしたことや、今年5月に公表されました、楽天トラベルのサイクリストに人気のサイクリング旅行先ランキングにおきましては、今治しまなみ海道に次ぐ2位のポジションをになるなど、全国的にサイクリストに対する知名度とその評価が高まっているものでございます。また今年4月以降、地方創生担当大臣や国土交通大臣などをはじめ、国や地方の行政機関、大学などの視察が10件を超えておりまして、この秋以降も他県からの議会の行政視察をはじめ、国の機関やシンクタンクなど多数の視察が予定されております。また、外国人観光客の誘客につきましては、平成27年度、昨年、前年の地方創生先行型事業における取り組みでございまして、
ご質問にございます地方創生加速化交付金事業におきましては国内誘客を対象にしておりますので、それの中では行っておりません。議員もお感じのことと思いますが、ビア市を楽しむサイクリストが目に見えて増えてきております。最近では海外のお客様で市内のホテルから琵琶湖バレーまで自転車で、訪問されまして、昨年夏に営業開始されました琵琶湖テラスに登って高台から雄大な琵琶湖を眺望されるなど、新たな楽しみ方も広がっているところでございます。また今年の秋、琵琶湖マリオットホテルを宿泊の拠点にして、ビアイチサイクリングを楽しむ何組もの台湾からの団体ツアー客のお客様がお越しになるというふうに聞いておりまして、外国インバウンドの誘致につきましても成果を 着実に上げているところでございます。次に3点目の自転車のまちづくり、推進組織のあり方についてでございます。これは昨年6月に設置されました琵琶湖守山自転車新聞化推進協議会のに関することと認識しておりますが、この協議会はより多くの方々に自転車に乗る楽しみを知っていただき、自転車によるまちづくり、健康増進、観光振興、経済活性化、また環境負荷の軽減等、本市に自転車の新聞化を広げるなど公共性が高く重要な役割を担っていただいている組織でございまして、市民、企業、行政が連携する中取り組みを進めておりますので、市が果たすべき役割の一つとして当面の間事務局を担っているものでございます。最後の4点目、地方創生関連事業の推進が身の丈に合った視点が必要ではないかとのご質問でございます。本市が策定いたしました地方創生総合戦略 によります施策は、町人仕事の3つの観点でこれまでの施策を抽出し、策定にかかる懇談会での議論を踏まえて新しく検討した施策を加えて取りまとめたものでございます。これらの施策の推進は職員体制に十分配慮する中、計画期間でございます5年間にわたって事業を進めております。今年2月に開催いたしました本市の地方創生に関する有識者会議におきましては、これまでの取り組みについてご説明するとともに、目標値としております人口や観光入れ込み客数などにつきまして着実に増加していることをご説明し、おおむねの評価をいただいております。今後も施策の目標達成に向けまして PDCA サイクルによる取り組みを行い、鋭意施策の推進に努めてまいりたいと考えております。以上答弁といたします。17番、小牧和美さん。まあ、自信を持って進めていらっしゃるということは理解をいたしますけれども、そのこの加速化交付金、地方創生の事業に対しまして、当時の部長に、国の 100% の補助が今年度は半分になったりもしていて、5年間の計画の中で、国の交付金、措置措置がどれだけになっていくかというのは、見通しは分かりません。その国の補助金がについてのに対して、事業の進捗にはどのようにこれから展開をされようと、仮に国の補助金がなくなったとしても守山市はこれを自信を持って進めていける自信があるのかどうかをお伺いしたいと思います。政策部長。それでは小牧議員の、再質問についてお答えいたします。地方創生、加速化交付金、昨年度の事業におきましては国の 100% の、支援がございましたが、今年から地方創生、推進交付金におきましては 50% 地方負担があるという、仕組みが変わっております。で、これ、今年度に、際しましてはですね、事業を厳選してですね、効果のある取り組みを、継続して取り組んでいるところでございまして、今後もですね、そのような事業の選択と集中によりまして、施策の、前進ですね、前進できるよう取り組んでまいりたいと考えております。また地方創生、はあくまで5年間の計画でございますので、今後その各施策が自律的に発展できますよう、期間中にですね、取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上答弁といたします。17番、小牧和美さん。決算委員会での議論をまた聞きたいと思いますけれども、この唐突な事業、
国の補助金に合った効率のいいものを精査しながら頑張っていくということですけれども、市民の感覚としてはあまりにも唐突すぎて、市民目線でいくと一部の自転車とか愛好家さんの皆さんのために行政が頑張っているという印象はかなりありますので、その辺の市民感情もしっかりと踏まえて進めていただきたいなというふうに私は思っております。続けて給食の実施についての質問に移りたいと思います。市長の今定例会提案理由の説明で、このほど給食の実施方式として自校方式の方が優位性があると教育委員会が結論を出したことから、開始時期も合わせて実施方向について検討していくという発言がありました。何度も何度も請願を行うなど中学校給食の実現を待ち望んでいた方々から歓喜の声が上げられています。厳しい財政状況の中、この表明に踏み切られたことに敬意を表します。今後は具体的に方法や実施時期の検討が進められると思います。実施時期は遅くなりましたが、全国に誇れるような中学校給食が実施できるよう、何よりも生徒たちに歓迎されるものになるように議論を深めていきたいと思います。これまで議会ワーキングチームから出されてきた様々な課題も解決をしていただきながら、早期に本格実施となることを求めるものです。具体の話は今後議会で議論が進められますが、実施にあたって大事にしたい基本的な点について教育長にお伺いしています。1点目、守山市の中学校給食を自校方式で実施しようと結論付けられたわけですが、この間どのような検討をされてきたのか、教育上の視点、財政的見通し、総合的な比較などについて見解をお聞きします。2点目、実施時期についてお伺いします。一昨年、学校給食実現を求める署名を1万6千筆集められた保護者の多くは、できるだけ早く実施されることを待ち望んでいます。実施時期の見通しについてお伺いします。3点目、給食の実施について案外抵抗感が大きいのは教職員と言われています。私も小学校で給食指導の経験がありますので、先生たちの気持ちはよくわかります。給食の準備から片付けまで、お弁当の時にはいらなかった時間と生徒指導のが必要になることへの負担感は理解できます。議会ワーキングチームの話し合いでも、放課後の時間が少なくなり部活の時間が少なることなどへの心配など、日課への影響が懸念されていました。先日新聞で、中学生の昼食に充てる時間が15分しかない、満足に食事を楽しめていないという特集記事が紹介されておりまして、給食の導入にあたってこの点についてもしっかりとした日課の検討が必要だと思います。現段階で検討されている点についてお聞きします。4点目、アレルギー対応はどうでしょうか。給食センター方式ではなかなか困難ですが、自校方式ですと方向性も具体化することができます。現時点でどのような検討をしておられるのか、以上4点について教育長にお伺いいたします。教育長。はい、議長。それでは中学校給食の実施についてお答えをいたします。中学校給食実施の基本的な考え方につきましては、今市議会定例会開会日に市長が提案理由で述べられた通り、今議会の文教福祉常任委員会協議会及び全員協議会において、教育委員会の取りまとめしましたものをご議論いただき、皆様のご意見を頂戴しながら、今後開始時期も合わせ実施方式等について決定させていただきたいと考えております。本市の中学校における昼食については、これまで家庭で作る弁当を基本としており、保護者と子どもとの触れ合いを持つ一つの機会となるなど、大変意義のあるものと考えております。また弁当が持参できない場合には、支援の一つとしてスクールランチを導入し対応してまいりました。しかしながら、共働き世帯の増加などから、中学校においても給食を実施してほしいという保護者の期待が高まっており、議会における中学校給食検討ワーキングチーム及び教育委員会が設置をしました中学校給食外部検討委員会から、昨年度頂戴をしました提言や近隣市の動向を勘案した結果、中学校給食を実施するという教育委員会としての結論に至ったものです。実施方法につきましては、
提言を踏まえる中、食育、安全安心、学校運営、調理配膳、費用などの観点からメリットとデメリットを総合的に比較検討をし、事項方式がふさわしいとする案としております。このことにつきましては、本市の小学校給食で実績があることに加えて、教育的な視点からも調理員との距離が近いことで感謝の気持ちが養われたり、残食などを含めた食育への取り組みに有効であることや、学校行事への対応が比較的柔軟にできることなどを勘案したものであります。また実施時期については、市全体の事業計画や財政見通し、教育委員会の施設整備計画などを踏まえて検討をしてまいりました。なお今回、文教福祉常任委員会教育会等で報告します内容につきましては、基本的な考え方案でありますことから、今後実施方式や実施時期が確定した後に、さらに詳細な検討や設計を進めていく必要があります。実施に向けてこれから解決すべき課題は多々あり、課題につきましても今回の報告において検討すべき事項としてまとめておりますので、議員の皆様にはこれらの課題へのご意見も頂戴できればと考えております。次に学校生活への影響ですが、給食実施にあたりまして日課の見直しなどが必要になると考えております。放課後などの活動も考慮しつつ検討してまいります。なお給食を円滑に実施するためには、学校現場の不安を一つずつ取り除いていくことが肝要であることから、教員の声を丁寧に聞き、学校現場とともに課題の解決を図ってまいります。次に食物アレルギーへの対応についてです。現在小学校給食では一人一人の子どもの状況に沿ったきめ細かな対応を行っており、保護者からも一定の評価を得ているところです。小学校における食物アレルギー対応を中学校でも継続して実施してまいりたいと、このように考えております。中学校給食の実施にあたりましては、十分な準備や調整が必要となってまいります。生徒にとって望ましい給食となりますよう、今後保護者の理解協力を得ながら学校市が連携して取り組んでまいります。以上、答弁といたします。17番小牧和美さん。委員会協議会と全員協議会にまた提案をしていただきますので、みんなで話し合って良いものをしていきたいと思います。では続きまして3点目、市民病院の経営移行について市長にお伺いいたします。突然森山市民病院を経営移行するという発表から4ヶ月、地域の医療は守られるのだろうか、これまでの診療科目は残るのか、職員は今後の生活はどうなるのだろうなどなど、市民にとっても病院職員にとっても今後はどうなるのか不安なまま市議会で9月定例会を迎えています。今年4月、今年度始まってすぐの全員協議会での記者発表、来年4月には新病院スタートとゴール地点だけが示されているという前代未聞の大変乱暴な今回の決定計画です。6月議会では8月末までに移行の内容や財政シミュレーションなどが示されると答弁されていましたが、その後の協議がどのように進んでいるのでしょうか。移行協議の基本事項は協議の中でしっかりと守られるのでしょうか。まずこの点について市長にお伺いいたします。次に病院関係職員にとっても将来不安も含めて今後の行方が気になります。病院職員とその家族の同様は計り知れません。職員組合との合意はどれだけ進んでいるのでしょうか。突然の発表から4ヶ月余り、こんな短期間で合意が得られたとは到底思えません。どれだけの職員が残留の意思を示しているのでしょうか。病院機能を示していても、スタッフの確保がなければ、病院存続そのものが難しく、計画する医療の体制を整えることはできません。職員に対して継続して働き続けていることのできる勤務条件の整備は不可欠ですが、その点について条件、
及び説明の内容をお聞きしたいと思います。3点目、済生会より医師の派遣が得られることに大きな期待が寄せられています。しかし具体的にどのように医師派遣が可能なのか、この点についてお伺いします。4点目、将来の病床再編計画では一般病棟を減らしてニーズがある回復期リハビリ病棟を増やすとのことですが、現状の病床稼働の実態からこれまで受け入れられてきた患者がベッド不足によって受け入れできないということになりはしないか、森山市の実態にこの病床再編計画が合っているのか、しかも森山市は人口増加地域であり高齢化社会が到来という実態からも病床再編計画の妥当性についてどのように考えていらっしゃるのか見解をお伺いします。5点目に、不採算部門は民営化というやり方に無批判に踏み出せば住民サービスの低下に歯止めはかけられません。そもそも不採算でも必要な行政サービスに責任を持つのが地方自治体行政の役割です。赤字でも必要なことは責任を持って税金を投入する、それを無駄とするのか必要経費と見るのかは自治体の長としての見識が問われます。住民に必要な医療という視点に立てば、市内で撤退が相次ぐ産婦人科の開設が市民病院に求められるかもしれません。また地域包括ケアシステム機能を市民病院が充実させることも、さらには検診を推進して森山市の健康づくりと一体となった予防医療の推進も市民病院として求められると考えます。自治体病院であるからこそ進めることができる医療と健康の役割を積極的に進めるべきと考えますが、市長の見解をお伺いします。市長。はい、市長。それではただいまの小牧議員の市民病院の経営移行についてのご質問にお答えをいたします。まず1点目の6月議会以降の済生会との移行協議の状況についてお答えをいたします。滋賀県済生会とは本年5月に健康福祉部内に市民病院移行準備室を設置以降、市の財政負担や市民病院が地域において必要とされる医療を継続的に提供するために必要な資金などを考慮しながら、双方にとって最善かつ医療サービスの向上につながるような方策について中長期的な視点に立った市の財政シミュレーションと滋賀県済生会によります市民病院経営シミュレーションに基づき協議を重ねてきたところでございます。移行協議の内容は主に移行形態や条件、移行後における病院運営方針、病院職員の処遇等でありまして、4月に公表させていただきました森山市民病院の滋賀県済生会への移行に向けた協議に関する基本的事項に基づきまして、滋賀県済生会と相互理解のもと協議を進めてきたところでありまして、滋賀県済生会との協議を重ねる過程においては随時議員の皆様にも協議をさせていただき、ご意見を賜ってきたところでございます。その後、昨日12日に開催をされました済生会滋賀県支部理事会におきまして、経営移行の方針につきましてご承認をいただきましたので、同日昨日の夕方に記者発表をさせていただいたところでございます。今後は市民の皆様にもご理解をいただくため、今月20日からパブリックコメントを実施いたします。ともに市民説明会を開催し、現在の状況について説明を行い、市民の皆様から頂戴したご意見も踏まえまして、市議会としっかり議論をして最終的な方針を決定してまいりたいと考えております。次に議員ご質問2点目の、職員が継続して働き続けられる勤務条件の整備と病院職員への説明についてお答えをいたします。4月28日の発表以降、病院職員に対しましては計5回の説明会を開催し、今回の判断に至った経緯やこれまでに滋賀県済生会との協議で相互理解に達した市民病院の滋賀県済生会への移行に向けた協議に関する基本的事項等について説明をしまして、その後滋賀県済生会と勤務条件や給与等について職員組合からの要望及び交渉に対しまして丁寧な対応を続ける中、滋賀県済生会と条件整備について協議を重ねてきたところでございます。特に給与関係につきましては、滋賀県済生会の給料表が
滋賀県の給料表を適用していることから、地域手当を除きます手当等につきましても、市民病院とほぼ同様の運用をされておられます。しかしながら、移行時における初任給決定時の職歴換算は、8割とする滋賀県済生会の規定があるため、その差額につきましては、市の方で3年間減給保障することを考えているところでございます。また、滋賀県済生会には、減給保障期間終了後の病院の経営状況を勘案する中で、市民病院勤務歴の職歴換算8割を、9割を上限として引き上げを検討していただくこととしております。病院職員に対しましては、7月の下旬から8月中旬にかけまして、個別面談を行いまして、退職手当、滋賀県済生会との協議を踏まえた、経営移行後の給与見込み及び減給保障等について説明をし、また今月7日からは滋賀県済生会によります個別面談も実施をしていただいております。さらに昨日の記者発表前に職員説明会を2回開催をしまして、滋賀県済生会への経営移行の方針等につきまして丁寧に説明をさせていただいたところでございます。病院職員の不安が一つでも解消され、安心して移行いただけるよう引き続き努力をしていきたいと考えております。次に議員ご質問3点目の、滋賀県済生会の移行により、どのような医師確保が可能になるかについてお答えをいたします。新病院移行後、すぐに滋賀県済生会から医師が派遣されるということではございませんが、すでに滋賀県済生会の三木院長自らが、滋賀医大や他の関係大学へ医師の派遣依頼に取り組まれておりまして、回復期リハビリテーションの専門医や、将来70人程度の必要性を見込んでおります、リハビリテーション技術職員等の確保を鋭意進められているところでございます。また、今後におきましても、三木院長と野々村院長の連携のもとで、滋賀医大を中心に、大学との連携をより一層強化されることで、必要な場所に必要な医師を配置することができることを期待しているところでございます。次に議員ご質問4点目の病床再編計画の妥当性についてお答えをいたします。滋賀県済生会によります、今後の病床再編計画では、回復期リハビリテーション等、新棟を新築後、平成31年度から回復期リハビリテーション病棟を1病棟開設をしまして、平成32年度にはさらに2病棟に増やすことで、合計96床の回復期病床とし、このほかに一般病床55床、うち地域包括ケア病床が30床、また療養病床48床の合計199床の機能を持った病院となる計画でございます。特に回復期リハビリテーション等、新棟の新築につきましては、当院の急性期病床の患者の多くは、実態として術後などの回復期の患者が多いことや、本市を含めた湖南医療圏域におきましては、一般病床や療養病床のベッドが過剰となっております。また特に別館にございます、看護配置基準25対1の療養病床につきましては、平成30年度の診療報酬改正で、介護医療院への枠組みに転換される方向でありまして、国において検討が進められているところでございます。そうしましたことから、現在不足している回復期病床及びリハビリ機能について、今後の高齢化の進展に伴い、さらに需要が高まると想定されますことから、今後、その機能を充実させるものでありまして、市民の皆様に対し、さらに良質な医療サービスを提供できるようになるだけでなく、将来の展望を見据えた長期的視野を持った医療及び、急性期から慢性期、そして在宅までを切れ目なく支える医療を提供するものでありまして、県の地域医療構想にも合致した病床再編でございます。そして次、5点目の自治体病院として進めるべき医療と健康の役割についてお答えをいたします。市民病院は昭和57年開院以降、急性期から慢性期までの地域医療を担う病院として、また市民の健康を守るという観点からも、検診や予防医学などにも積極的に取り組み、運用してきたところでございます。しかしながら、全国的に見ましても、公立病院の9割が赤字経営となる中、市民病院におきましても、平成17年度以降、赤字経営が続き、何よりも肝心
な医師の確保が困難となるなど非常に厳しい状況でありますことから、消防の将来の展望が見出せず、市の直営の病院経営は限界であると判断をさせていただいたものでございます。来年4月には滋賀県済生会によります新病院として新たな出発を迎えることとなります。病院の運営につきましては滋賀県済生会に担っていただきますが、移行後の病院運営方針を定めているところでございまして、本市における地域医療を支える病院としての基本的な機能は何ら変わりはないと考えております。今日まで市民病院が果たしてきた役割を極めて重要でありますことから、新病院移行後も継続して担っていただくこととなっておりまして、市の検診事業や予防医療につきましてもこれまで通り実施をしていただく予定でございます。以上答弁とさせていただきます。17番、小牧和美さん。そう。それでは病院問題については少し時間を取って市長とにお聞きしたいというふうに思います。昨日の記者発表を受けまして、私どもにも、その内容が、公表になりました。携帯内容、移行形態について比較表が載せられております。今後10年間の本市の実質負担の数字が明らかになっているわけですが、これまで6月議会でもこれまでの市の持ち出し分2億円を超えないというシミュレーションの中で今回のことを考えたというふうに本会議場でも答弁をされました。しかし実際経営シミュレーションをしてみますと、譲渡ではなく指定管理を入れるということと、それから 2.3億円3000万円かける15年間その分が最初の予測よりも上回ることになったということだったというふうに思うんです。で、私が思いますのは、この唐突な発表がですね、今森山氏が、財政シミュレーションをされる中で全体的な森山氏の全体のこれから大型の公共事業が増えてくる、庁舎の建設と環境センターの整備、今南中学校の改修問題と中学校給食の実施という表明もありましたけれども、この市民病院のこの移行の決定の発表ですね、で来年度には休館を建て替えるということも決まってしまいました。ということは市の全体的な財政計画の中であまりにもこの計画はタイミング的に急激な出費ということと、それから2億円だったものが 2.3 億円という、読み間違い的な憶測が違っていたというふうに捉えられても仕方がないかなというふうに思うわけです。で、今回の経営につきまして改めてですが、どういう部署ですね、きちんと議論をされてそして発表に踏み切ったのか、その点の、合意形成の手続きについて市長の見解を改めてですね、市の財政的な、見通しの中での今回の森山市民病院の課題について、お聞きしたいというふうに思います。市長。はい、それではお答えいたします。まず4月の発表段階で指定管理または譲渡ということを検討していきたいというふうに申し上げたところでありますが、国等とも相談をする中で指定管理の後に譲渡するという方法もあるということで、それも含めて手法として検討してきたところでございます。その中で先ほど触れていただいた比較検討を行った結果、15年間の指定管理の後に譲渡することが最善であるというふうな結論に至ったところでございます。また6月議会で2億円を基本としてというふうに申し上げたと思います。現在、本市が新病院に、一般財源から繰り出しているお金は 5.4 億円うち、交付税が 3.4 億円市の実質的な持ち出しは2億ということで、その2億を基本として、交渉していきたいというふうに申し上げたところでございます。で、済生会側で経営シミュレーションされた結果が、非常に想定をしていたよりも厳しいというふうな、経営シミュレーションが出てきたという中で、非常に厳しい協議を、済生会とも行ってきたところでございます。先ほど触れていただいたどういう部署でやったのかというのは当然移行準備室を中心ではございますが、総務部もしっかり関わった中で、また病院の、
事務長をはじめ、病院職員も関わった中で、本市としてもさまざまな知恵を出しながら、そしてしかしながら、しっかりと安定した医療を提供してもらわなければならないという中での、やり取りした中で、最終的には2億を若干超えますが、2.3 億円という形で、今のところ考えているところでございます。再生会としては、この 2.3 億円、15年で35億という数字でございますが、これによって、しっかりやっていくということを今のところ言っていただいているところでございます。そして、これまで繰り返し申し上げておりますが、このまま直用を続けますと、まず来年度から、一般財源の持ち出しはプラス 1.5 億、市の、単独の持ち出しとして合計 3.5 億ということで、非常に財政的にも厳しくなっていくという中で、今回の、この移行については、来年4月からも進めることが、必要不可欠と考えたところでございます。その中で先ほど申し上げました、再生会の、経営シミュレーションの、結果、非常に厳しいという中で、ただ、できるだけ早期に、経営シミュレーションを改善させようとしますと、この、新病棟の整備、がなくては進まないということでございます。で、皆さんご存知、議員ご存知の通り、急病棟は、今、4階は療養病床入っています。1階は、湖南会さんにお貸しをしていると。放課後デイサービスも入っています。2階、3階は、床はありますけど、床がたわんでいて、そのまま使えないという状況にありますので、いずれは建て替えなければならないということであれば、市の、トータルの持ち出しを考えましても、早期に、整備することが、一番その市にとっての負担も減り、そして市民サービスも向上する、再生会の経営にとってもプラスだということで、さまざま事業を控えている中でございますが、この病院の、改革を、しっかり進めることが大事だというふうに考えておりまして、新棟の建設を位置づけさせていただいているところでございます。このことも含めまして、パブリックコメントを通じて市民の意見もいただき、そして議会の皆さんとしっかり議論して、方向性を、最終的な決定をさせていただいて、その上で、進めさせていただきたいと考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。17番、小牧和美さん。さまざまに考えた上でということではありますが、もっと深い議論をした上での決定がしかるべきだというふうに私は思っています。指定管理15年ということを発表されましたけれども、ここの比較表にもあるように、指定管理が満了した後はどうなるのかということが一番の気がかりでございます。市民の皆さんの一番の心配も、今後病院として機能がしっかりと維持されるのかどうかっていう、そのことが一番の気がかりというふうに思うわけで、今回、再生会との協議が整ったということですけれども、15年の指定管理後、譲渡と、譲渡は確約できているのか、そのことがきちんと、協定に盛り込まれるのかどうかをお伺いしたいと思います。市長。はい、市長。はい、それではただいまのご質問をお答えいたします。今回、15年指定管理を行った上で譲渡ということでございます。で、私も考えておりますのは、基本協定書を締結いたしますが、その中で、15年後に譲渡するということを、しっかり明記をさせていただきたいと思っております。基本協定書という名前でございますが、両者で結ぶ、契約書でございますので、その中に明記をすることで、しっかり担保をさせていきたいというふうに思っております。で、その前段といたしまして、議会においても、この、将来における譲渡に係る、承認手続きを、お願いを申し上げたいなというふうに思っているところでございまして、そういった意味で、しっかり市民の皆様にも、知らしめる中で、手続きを進めていきたいというふうに思っております。で、再生会は、公的医療機関でございますので、その基本的な約束というのはお守りいただける法人だというふうに思っておりますので、その中で、しっかり進めてまいりたいと考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。はい、17番、小牧和美さん。15年後は私も議員をしているか分かりませんし、ここにいらっしゃる職員の皆さんも残っていらっしゃる方がどれだけいらっしゃるかというのが分からないわけです、ね、で市民の関心事は病院としての機能が15年以降もつまり譲渡された後も医療機関として医療の体制がそこに存在するのかどうかということが、しっかりときちんと明言される、または確約されている、合意形成は どこに証明として現れるのかをお聞きしたいと思います。
市長。はい、市長。はい、それではお答えをいたします。まあ、15年後の譲渡の際には、土地また建物を含めて譲渡をさせていただきたいと思っております。で、特に土地につきましては、用途については医療の用およびこれに準ずるものに限定するという記載、また、それ以外の用途に使用した場合は直ちに市に返還することというのを位置づけをさせていただきますので、まあ、そういった意味で病院以外のように供された場合には返還をいただくということになってまいります。まあ、そこで明記をしているということでございます。以上答弁とさせていただきます。17番小牧和美さん。資料いただきまして、指定管理の条件のところにそのことは明記をされているのかどうか、いうことを聞きたいと思います。市長。はい、市長。まあ、今のご質問、ちょっと趣旨はよくわかりませんが、指定管理は15年間ですので、この15年間はしっかり、病院経営はやっていただくわけでございます。で、まあ、お手元資料ありますね。5ページのところの5の条件の土地のところに米印で書かせていただいておりますので、まあ、そこに明記しているということでございます。指定管理期間中は当然しっかり病院経営やっていただきますので、以上答弁とさせていただきます。17番小牧和美さん。議会にはきちんとした協定書を提示していただきまして、それについてしっかりと議論をしたいというふうに思います。譲渡による条件のところについては医療のように、その秘書が述べられた項目しかございませんが、このことについても私は、将来的な医療提供の確証になるのかどうかはちょっとわからないので、しっかりとした協定書で確認を後でしたいと思います。別の、質問ですが、私は職員の問題について最初の質問で聞きましたが答弁がございませんでしたので再度質問いたします。現時点でどれだけの職員が残留の意思を示していらっしゃるんでしょうか。市長。はい、市長。職員の意向につきましては、まあ、ヒアリングの中でも確認をしておりますが、最終的には9月の末に、職員の方から意思表示をしていただくこととしているところでございます。以上答弁とさせていただきます。17番小牧和美さん。最初の質問でも述べましたけれども、職員の確保がなければ、医師もかなりの数で確保できるというようなことを今言っていただいて、初めてその数字を聞きましたけれども、職員、看護師スタッフの職員の確保についても必須条件だというふうに思っています。医療体制の確保という点で、仮に職員が集まらない場合の責任の所在はどこにあるのか、守山市としてそこはきちんと医療を体制を確保するという視点から言うと、守山市の責任において職員がきちんと残った状態、確保できた状態で4月の新病院スタートということは当然あるべきだというふうに考えていますが、いかがでしょうか。市長。はい、市長。それではお答えいたします。私どもとしては、看護師、心理技術職員、また非常勤、事務職員、こういう非常勤の方を含めてでございますが、皆さん基本的には残っていただきたい、このことはたびたび申し上げているところでございます。まあ、そういった中で、可能な限り多くの方が残っていただけるように今後とも丁寧に取り組ませていただきたいと思っております。以上答弁とさせていただきます。17番小牧和美さん。最後にいたしますが、市民病院の、医療フェアは すごく充実してきて、市民の皆さんも楽しみにしている。このことが市民病院が再生化になった場合にまた来年もあるのかなというふうなことを思うわけです。検診事業や予防医療についてこれまで通り実施していくというふうなことを言ってくださっていますけれども、なくなることはないというふうに私は思います。なくなっては、なくならせてはあかんと思いますけれども、今まで市民病院として糖尿病対策チームですか、頑張ってきたような、意欲的な予防に対する、取り組み、そういうことも含めまして、ね、小さなことも含めて、継続ができるのかどうか市長に聞いてもあかんかもわかりませんが理事かもしれませんが、でも市長しか答弁を応してないので、ぜひ継続ができるようにお願いしたいと思って次の質問に移ります。続きまして、子どもの発達発育の視点に立った子育て環境の整備についてお伺いをいたします。
子ども家庭局長。森山市は急激な人口増加に伴って待機児童の増加や義務教育施設の不足など子育て教育環境の整備が急がれなければならない事態に迫られています。待機児童は今年93人と言われましたが、そのうち90人は0から2歳維持とのことで、補正予算では小規模保育を新たに2カ所増やし4カ所に、さらに事業所内保育所も増設所して受け入れを増やしていることが報告をされました。また児童クラブ室も入所希望の増加への対応策として川西児童クラブの新しい施設を民間の空き店舗を活用しようとする一般会計補正が計上されています。また森山小学校南中学校の児童数生徒数の増加に対応し、今後梅田町に新築するマンションの子どもは吉見小森山中学校に通学してもらうという説明もされているところです。これまで子ども課などの体制が充実されまして、関係機関に協力を求めたりと懸命にその対策を進められようとしている努力は認めます。しかし子育てとは何か、子どもの育ちにふさわしい環境とは何か、その視点に立った環境整備のあり方について子ども家庭局長にお聞きしたいというふうに思います。1点目、保育所と地域型保育所、この違いは何か、その認識をお伺いします。2点目、3歳未満児については子どもの個人差に即して保育できるように計画を作成し、一人一人の子どもの生育歴や心身の発達及び活動の実態などに即して個別的な計画を立てるなど必要な配慮をすること、特に1日24時間の生活が連続性を持って送れるように職員の協力体制の中で家庭と連携を密にして生活のリズムや保険や安全面に十分配慮することが必要です。地域型保育ではこうした視点が確保されるのでしょうか。指導計画の実践と検証はどのような形で行われるんでしょうか。また地域型保育所の保育士はどのように研修の機会が確保されているのでしょうか。お伺いします。次に幼稚園の預かり保育についてです。新しい幼児教育の受け皿として幼稚園で講演時間を延長し、また夏休みも受け入れて学童保育に似た預かり保育を幼稚園で今年度拡充するとのことです。子育てに専念していた保護者が短時間の就労を希望した場合の受け入れで、そのことが保育所の待機児童の解消にも資するという、そういう思惑で取り組んでおられると思うんですけれども、就学前の子どもにとって心の安定は最も大事な子育ての視点です。一日中心が安定していること、安心感を持って過ごせることが基本です。この幼児期にお友達はお母さんが迎えに来るけど自分は居残りという、こういうことはとっても寂しいのではないでしょうか。だから預かり保育はですね、しっかりとした体制を整えることがもうどうしても必要です。大前提として部屋の確保と職員の確保、学級担任とは違うしっかりと職員を配置すること、その先生が放課後の園預かりを受け持つわけで、時間と空間、つまり児童クラブ同様の専用の部屋と教師のと指導計画、これをどのように預かり保育で推進されようとしているのか、確立しようとしているのか、お伺いしたいと思います。4点目、今度は児童クラブ施設の在り方についてお伺いします。これまで児童クラブ施設の整備について何度も質問してきました。今回補正予算が出されているのは川西小学校児童クラブ室の増設として学校から1キロもある空き店舗を活用するとのことです。クラスも学年も異なる子どもたちが通学途上の安全確保どのようにされるのでしょうか。通所途中に事故など起きた場合の責任の所在はどこなんでしょうか。放課後の児童健全育成という視点で近隣に運動場や公園など室内活動ができる環境が大事だと考えますが、計画地では交差点の隣で近所に公園も広場もありません。何よりも交通事故を常に心配しなければならない視点です。学童期の放課後を過ごす児童クラブの設備としては不適切ではないかと考えますが、見解をお伺いします。子ども家庭局長。はい、はい、それでは小牧議員ご質問の子どもの発達発育の視点に立った子育て環境の整備についてお答えいたします。本市におきましては
保護者の保育事業の保育事業に応じ、その受け皿を確保するため、これまで保育施設や児童クラブなどの施設整備を進めているところでございます。それでは議員ご質問1点目の保育所と地域型保育事業所の違いについてお答えいたします。現在本市にございます保育所は0歳から5歳児、地域型保育事業所は0歳から2歳児を対象としており、それぞれの施設規模は保育所におきましては最大300人定員の施設もございますが、地域型保育事業所は5人から19人までと少人数を受け入れている施設でございます。対象年齢や施設規模に違いはございますが、どちらの施設におきましても3歳未満児につきましては一人の保育者が少人数の子どもを保育するということで、一人一人の子どもの個性に合わせたきめ細やかな保育を行っております。このような中、地域型保育事業所におきましては小規模ならではの良さを生かしながら、アットホームな環境の中で保育をいただいており、利用していただいている保護者からは子ども同士が兄弟のように育っていけるところも魅力だというお声をいただいているところでございます。次にご質問2点目の地域型保育における保育内容と研修の確保についてお答えいたします。地域型保育事業所でも市内保育所と同様に保育所保育指針に基づいた指導計画や児童表、保育日誌等の帳簿を作成しており、家庭と連携しながら生活リズムや保健安全に配慮した保育を行っているところでございます。それらの施設に対し、長年保育に携わり専門知識と経験を有する地域型保育支援専門員が定期的に訪問をさせていただく中で、適切な保育が実践されているか検証し、評価及び指導を行っているところでございます。また各事業所におきましても、職員の資質向上を図るため、保育協議会や関係機関の研修に加え、自ら必要な研修を選択し、参加するなど、積極的に自己検査に努めておられるところでございます。今後、新設される施設に対しましても、既存施設と同様に、施設設置者と十分に連携をし、子どもたちの健全な発育、発達を図る保育を促してまいります。次にご質問3点目の幼稚園の預かり保育についてお答えいたします。幼稚園の預かり保育につきましては、女性の社会進出が進む中、就業を希望する保護者の幼稚園選択の機会拡充と子育て支援の充実を目的として、ひいては待機児童の解消にも一定効果があるとの判断から、本年4月より吉見幼稚園におきましてモデル的に実施をしております。預かり保育の実施にあたりましては、モデル園では専任の教諭2名を配置し、指導計画をもとに教育課程終了後の子どもが家庭的な雰囲気の中でゆったりと楽しく過ごすことができるよう、必要な保育備品等の環境を整える中実施をしているところでございます。また保育園での延長保育や幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持った子ども園の現有保育室での保育経験などを踏まえ、子どもが安心して過ごせるよう努めております。さらに担任と連携を図る中で、預かり保育担当教諭が通常の教育時間の活動内容や健康面での引き継ぎ事項等を把握し、一人一人に応じた支援をすることで、保護者からも子どもの楽しそうな姿や担任からのきめ細やかな連絡等から、預かり保育に関しても安心して子どもを預けることができたというお声をいただいております。今年度のモデル園での成果を踏まえまして、必要な人員の確保や指導計画等の整備に努め、次年度の実施支援拡大を図ってまいりたいと考えております。次に4点目のご質問の児童クラブの施設の在り方についてお答えいたします。本市の児童クラブの状況は保育園の利用と同様年々増加傾向にございます中、これまで施設の増設と
受け皿の拡大を図ってきたところでございます。このような中、川西児童クラブにおきましては、平成27年度に増築工事を行ったものの、さらなるニーズ増により定員超過の状況にありますことから、協会化の解消と定員枠の拡大を図るため、平成30年度より施設の増設をすべく今議会に関係予算の計上をお願いしているところでございます。このような中でご質問の新規施設の通称途中の安全確保についてのご質問にお答えをさせていただきます。今般実施いたします施設の増設箇所につきましては、当該地域にクラブを利用する居住者が多いこと、また安全を考慮した通学路の道すがらに位置し、集団下校が可能なこと、さらには近隣に公園があること等を総合的に勘案する中で、安全に通所でき、かつ適切な保育環境が提供できる施設として選定したものでございます。また通所にあたりましては、引き続き小学校と児童クラブがしっかりと連携を図り、スクールガード等の地域のご協力の中で児童の安全の確保に努めてまいりたいと考えております。次に2つ目のご質問、新規施設の通所途中の事故等の対応についてでございますが、当該施設は安全等を考慮し、通学路の経路上にある施設を選定しております。万が一通所の際に事故等が生じた場合には、学校加入の災害共済により対応いたしますが、学校クラブともに児童と保護者に対し交通安全の指導を行ってまいります。次に3つ目のご質問、新規施設の選定についてでございますが、当該施設は必要な施設面積を十分に確保し、定員につきましてもおおむね50名までの適切な規模といたしております。また近隣には松田児童公園等もございますことから、支援員の誘導のもと屋内活動との組み合わせの中で、放課後児童クラブの健全育成がしっかりと図れるものと考えております。今申し上げましたように、当該施設の選定にあたりましては、当該地域の利用者数や安全な通学路の使用、さらには適切な集団規模の維持と適切な保育環境の提供等を考慮し選定いたしましたので、ご理解賜りたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。17番、小牧和美さん。私、今回の質問の最も中心点はですね、施設整備のあり方について、子育てとは何か、子どもの育ちにふさわしい環境とは何か、その視点に立って環境整備のあり方について質問しています。今の局長の答弁は、自分たちやってくださっていること、一生懸命やってくださっていると思いますが、そのことについて、自分たち のやってる良いことだけを述べられましたけれども、本来的なあり方についての言及がないことは大変残念です。時間がないので、一つだけ 2、3点言いますけれども、地域型保育ですね、アットホームの環境の中で保育をしておりということですけれども、デメリットについてどのようにきちんと検証されているのかお聞きしたいと思います。子ども家庭局長。はい、先ほど申し上げましたように、保育の面では、既存の保育所とそう変わらないと考えております。ただ、逆に小規模であるがゆえに、他の方々、多くの子どもとの、関わりという部分がそこでは得られないのかなと思っております。そういう部分につきましては、霊経園というものを設定させていただいておりますので、そことの、調整の中でそういうところに、行ったりしながら、多くの子どもたちとの連携という部分は確保していただけるものと考えております。以上、答弁といたします。17番、小牧和美さん。別に0から2歳児の人たちを他園と連携しなくてもいいんです。地域型保育のデメリットはですね、保育士がきちんと確保しなくても、補助員的な人がつけば保育ができることだったりとか、近くに保育園、園庭がなくても近隣に公園があればいいと、そのことが本当に0から2歳児、保育園の0から2歳児の環境と地域型保育の環境で全く違うんです。その子ども問題意識をしっかり持って
答弁をしていただきたい。基本は保育園を整備することが一番大事なことなんですが、森山市としては人口増がたくさんで、ね、追っつかないのでこのことを整備しているけれども、保育園の整備は早急にやらなければならない課題だというふうに思っています。ぜひその辺を認識をしっかりしてください。地域型保育については、保育士さんは免許を持っている方いらっしゃいますけれども、補助員さんがいればいいんですけどね、その人の研修も、今の答弁ではね、各事業所に置いてて、その事業所の責任に、答弁がなっていますけど、森山市として私は研修をしてもらいたいという趣旨で質問をしましたが、そのことについての言及がなかったのは残念でした。もう一点、時間がありませんが、預かり保育です。モデル園のことが言われましたけども、これから拡充していて全員に広げるということですが、新しく3カ所か2カ所増やすところについては、専用室の確保はきちんとなされているでしょうか。子ども家庭局長。はい、今後増やす幼稚園での預かり保育の専用室ということでございますが、専用室が確保できる場合につきましては専用室でさせていただきたいと思っておりますし、確保できない場合につきましては、一定、遊戯室等を活用する中で、きちっとその保育が確立できるように工夫をさせていただきながら、預かり保育をさせていただきたいと思っております。以上でございます。17番小牧和美さん。対処療法的なやり方でその時の待機所対策をしていられますけども、その子どもの1年はすごく大きな大事な1年です。そのことを踏まえてしっかりと環境整備を進めていただきたいことを要望したいと思います。地球温暖化対策と災害に強い福祉のまちづくりについてお伺いをしたいと思います。8月9日夜に放映されましたメガクライシス巨大危機と題した特集は、巨大災害の正体を科学的に解き明かし対策の最前線に迫るシリーズでした。頻繁に起こる異常気象による被害は深刻です。気象庁の観測統計によれば、非常に激しい雨とされる毎時に50ミリ以上の雨の年間平均回数は1976年から85年の10年間よりも2007年から2016年間の10年間の方が3割以上も増えています。専門家からは地球温暖化との関係が指摘をされていまして、局地的な豪雨は全国でもどこでも起こりうる危険性を示しています。7月5日に発生した九州北部豪雨での死者行方不明者は福岡大分両県で41人でした。1日の雨量が平年の1ヶ月分に匹敵する凄まじい豪雨に襲われた地域もありました。県内でも台風5号の影響で姉川が氾濫し浸水被害をもたらしました。迅速な大規模さ避難に必要不可欠なのが、接近する台風の進路や強度の正確な予測であることが NHK でも強調されていましたが、地球規模で温暖化対策が必要なとき遅れているのが日本です。近年の豪雨災害を見ればそれは待ったなしの状況です。災害に強い福祉のまちづくりを進めることは政府と地方自治体の責任です。これらを踏まえまして3つお伺いします。まず都市経済部長にお伺いします。姉川の氾濫や堤防決壊のニュースを見るたびに、安川は大丈夫かと市民の誰もが心配をします。堤防の高さに対する流量のシミュレーションでは氾濫の危険はないと繰り返し言われますが、大雨のたびに上流から土砂が運ばれ続け、堆積し続け、大きな中洲ができて、やがて草が生い茂り、そして大きな柳の木がすくすく育っている。安川の現状を見ると不安は募ります。自然災害は避けられないかもしれませんが、災害を最小限に抑えるのは政治の責任、行政の役割です。そこでお伺いをします。1番、安川の、河川流量はどれだけか、時間雨量、また日量どれだけ雨が降れば、安川の水位はどうなるのか、洪水想定はどうなっているのか。冒頭紹介したように、異常気象による災害を防ぐには、従来の想定では回避することはできません。ゲリラ豪雨の想定をどうシミュレーションしているのか。安川の下流、安川に流入する河口部分の土砂堆積の現状をどう認識しているのか。5点目、浚渫が必要であることは言うまでもありませんが、年間浚渫に要する予算はどれだけか、また計画的に浚渫をする必要があると考えますが、いかがでしょうか。最後に、根本的に
上流部の河川改修や森林保全ができていないことが、流木が河川に流れたり、大量の土砂が下流に堆積する要因になっています。ですから上流部の河川改修も急ぐことが必要です。この点について森山氏からどのような働きかけをしているのか、以上6点、経済、都市経済部長にお伺いします。都市経済部長。はい、部長。それでは安田さんにかかります6点についてご質問にお答え申し上げます。まず1点目、2点目の、流量や時間雨量、水位などにつきまして合わせてお答えをさせていただきます。安田の河川流量につきましては、平常時として平成27年8月の日平均流量ではおおよそ毎秒17流量が流れております。安川改修の計画規模といたしましては、年超過確率100分の1の降雨、日雨量350mm 対象として毎秒4500流米の流量を流下する断面が平成61年に改正をしております。平成25年9月の台風18号では最大時間雨量 40mm で、24時間雨量が 331mm であり、最大流量は毎秒2203流米でありました。安川水位観測所におきまして、最大で 3.97 メートルに達したことから、ご案内のとおり避難準備情報が発令されたところでございます。3点目の、ゲリラ豪雨等のシミュレーションについてお答えを申し上げます。平成28年の9月16日の総務省委員会協議会の場でもご説明を申し上げましたとおり、平成27年7月の水防法の改正により、安川では平成28年6月に想定し得る最大規模の豪雨、まあ、いわゆる千年一度の確率で降る豪雨を想定した洪水浸水想定区域図が公表されたところでございます。一方、平成27年9月の関東東北豪雨において鬼怒川下流部の堤防が決壊し、広範囲における家屋の倒壊や流出、また長時間にわたる浸水被害が発生したことを受けまして、平成27年12月に社会資本整備審議会から大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について答申があり、国におきまして氾濫した場合でも被害の軽減を図るための水防災意識社会再構築ビジョンが策定されました。これを受けまして安川においては、国と県並びに沿岸の市で構成されます安川地域安全懇談会が設立されたところでございます。このような中、平成28年6月にこの懇談会において国、県、市が連携して平成32年度までの5年間で取り組むべき水害対策などをまとめた安川の取り組み方針を策定し、水害に強い街づくりを目指し、ハード対策とソフト対策の取り組みを進めており、今年度はハード対策といたしまして、今年度川田調査先におきまして堤防のり尻の補強等の堤防強化工事を実施をいただきます。次に4点目の土砂堆積の現状認識についてお答えを申し上げます。河川敷の土砂の堆積や樹木等が反応している状況でも、おおむね計画流下能力の毎秒4500流米については確保していると伺っております。しかしながら、議員要請のとおり安川の下流や河口部分の土砂の堆積や樹木の反応してについては看過できる状況ではないと認識をしておりますことから、毎年本市を含みます4市で構成をいたします安川改修促進協会並びに地元の皆様、本市においても強く要望を行っているところでございます。5点目の春節についてお答えを申し上げます。安川にかかります年間維持修繕工事費予算はおおむね1億円程度と伺っており、土砂堆積についてもその中で実施をいただいております。河川の横断測量等により流下を著しく阻害していると思える箇所については適宜春節が実施されており、近年では平成25年から2年間で大宮城橋の上下流部分約800メートルの区間において2億円を投じ、約5万2800
リューベの稼働内の堆積土砂を撤去を 行っていただきました。また平成28年には機能回復工事として落砂口の土砂の、撤去をいただいたところでございます。6点目の上流部の改修についてお答えを申し上げます。先にお答え申し上げました安川改修促進協議会におきまして、石部投資港より上流約 10.5 キロメートルまでの未改修区間について国直轄区域に編入し、1日でも早く改修工事を実施いただくよう、最重要の要点事項として位置づけ要望を行っているところでございます。また平成29年7月の、九州北部豪雨対策に対しましては、土砂とともに多量の流木により、被害が拡大しましたことを受けまして、国から、7月21日付に改めまして、土石流対策および流木対策について県並びに市町に通知が発出されたところでございます。このような中、9月6日には国土交通省、総務省、財務省に対しまして、滋賀県加工砂防協会の会長として市長とともに私も、この要望活動に参加をさせていただきまして、県内全域の河川砂防事業の協力かつ着実な推進と合わせまして、安浦に対します要望もしっかりと行ってまいりました。今後におきましても積極的に国への要望活動を通じて働きかけを行ってまいりたいというふうに考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。17番小牧和美さん。安川の水の堤防の強化とか氾濫しないのかとか決壊しないのかということを、今回午前中の議論でもありましたけれども、すごく気にしている中で今回こういう質問が出ていると思いますので、私は特にですね、木は切ってもらいたい。木あれだけ大きくなるというのは、何年も放置されているから木が大きくなっているんです。あの木を切ってもらいたいことをもっと具体的に要望してきていただきたいなということを申し添えたいと思います。次に移ります。危機管理局長にお伺いします。火災から市民の大切な財産を守ることも重要なことです。守山市内では昨年10件の火災が発生しています。日常的には常備消防が予防活動も含めて努力をされています。この点は高く評価をいたします。しかし先日自治会で防災訓練をいたしまして、放水訓練をしましたら接続部分から水が噴き出すということがありました。原因はジョイント部分のゴムパッキンの劣化でした。真鍮素材のあの左側、古い消防用具を使用したことによるものです。でそれを新しいアルミのものに変えたら、今度違うところからも水が漏れました。消防用具の定期的な点検と交換が必要だということを実感しました。この問題は平成27年6月議会で我が党松葉議員が指摘をしていますが、地域の消火栓格納庫に所蔵している消防ホースなどは自治会管理となっているために、初期消火に必要な消防資機材はきちんと管理されているのかどうかは市は掌握していませんでした。確かに地域の消火栓に関する維持管理は地域の自治会自主防災会の管理となっていますが、その消火栓が有事の際にきちんと使用できるようにすることは消火水量を確保する面から見ると自治体の責任でもあります。管理局長にお伺いします。1、市内の消火栓格納庫に所蔵されている消防資機材に不備はないか市として調査を行い把握すべきではないでしょうか。松葉木2点目、老朽消防ホース、製造年が20年も30年も古い消防ホースは随時計画的に更新すべきと考えますが、市は管理をしている自治会に対してどのように指導喚起を行っているのでしょうか。3、またこの間更新された消防ホースはどれだけでしょうか。以上3点についてお伺いいたします。危機管理局長。はい、議長。小牧議員ご質問1点目、消火栓格納庫の消防資機材に不備はないか市として調査を行い把握しているのかについてお答えいたします。消防資機材につきましては、各自主防災組織の活動において月1回の防火点検に合わせ目視等による点検を実施していただいております。また消防団においても防火点検日には学内の消防資機材の点検なども行っていただいております。さらに消防署においても年1回の消火栓の点検と合わせて目視点検を実施していただいておりますが、市として調査はしておりません。
しかし、委員ご指摘の放水訓練時に消防ホースから水が噴き出したとの事案を受けて、有事の際に消防士機材を不備なく安全に消火活動ができるように、日頃から通水等による放水などの点検は必要と考えております。こうしたことから、昨年度から自治会が消火栓ホースを北消防署に持ち込んでいただき、通水点検を行うことができるようにしておりますので、今後も自治会に点検を呼びかけてまいります。次に、老朽化した消防ホースの計画的な更新についての指導喚起でございます。消防ホースなど防災士機材は自治会により購入いただいており、その購入費の一部を市が補助しておりますが、更新時期は自治会予算も大きく関係しているものと考えております。しかし、老朽化した消防ホースを計画的に更新することは必要と考えておりますことから、毎年開催の自主防災教室や各自治会における防災訓練の機会を捉えて、消防ホースの点検や更新などを促したり、補助金申請においても更新についてお願いしているところでございます。今後も様々な機会において点検を促し、できるだけ計画的な更新をお願いしてまいります。最後に市の補助金制度を活用され、更新された消防ホースは、平成27年度は24自治会100本、平成28年度は8自治会35本、平成29年度は8月末現在5自治会25本で合計160本でございます。以上、答弁といたします。17番、小牧和美さん。所長。それでは最後に地球温暖化対策に関連して環境生活部長にお伺いします。今議会冒頭の市長の提案説明では、環境学習都市宣言を制定するという議論があるとのことでした。これまで全国でも高い再資源化率を誇ってきた森山氏が、トレイルの分離別をやめて焼却ゴミにする方針です。6月議会ではそのことを地球環境に貢献するという答弁をされましたが、私はこれのことは納得ができないんです。異常気象の報道を見るたびに地球温暖化対策は待ったなしという思いに駆られるわけですが、トレイルの焼却が地球環境に貢献するという発言は、素朴に分別回収に協力してきた市民にはどうにも理解しかねる発言です。再度、地球温暖化対策と森山市ごみ減量施策の見解を、環境生活部長にお伺いします。環境生活部長。はい、議長。すいません。それでは最後に地球温暖化対策と森山市ごみ減量施策の見解についてお答えいたします。ご案内のとおり、環境施設の整備にあたりましては、トレイルを焼却し、その余熱を利用し発電を行う、いわゆるサーマルリサイクルを実施し、エネルギーの地産地消を図ってまいる方針といたしております。この際に発生する温室効果ガスにつきましては、森山市域に限定しますと増加する試算となっておりますが、トレイルを他のリサイクル手法で他の場所で処理する際に発生する温室効果ガスの量と比較すると、我が国全体においては失礼、ほぼ変わりないとのご意見を先の廃棄物減量等推進審議会でもいただいておるところです。こうした中、今後事業系廃プラスチックの受け入れ規制を実施することや、家庭系焼却ごみの蘇生中、約 17% を占めております脱ガビの再資源化を促進することにより、ごみの減量化と温室効果ガスの発生抑制を図ってまいりたいと考えております。なお、トレイルの焼却、またそれに伴う分別手法及び収集方法等の変更については、平成33年10月の新施設稼働に向けて、準備の調についたばかりでありまして、これまでの再資源化への取り組みが低下するのではないか、あるいは有毒ガス等が発生するのではないかと、いまだ懸念する声があることは承知いたしております。つきましては、今後本市の再資源化促進の姿勢に何ら変わりはないこと、また新環境施設では安全にトレイルの焼却処理が可能であることなどを、あらゆる機会を通じて誤解と混乱が生じないような丁寧な説明を行ってまいり、現在議会の皆様及び市民の皆様のご意見を賜りながら制定に向けた準備を進めております。
過小ではございますが、環境学習都市宣言の何恥ぬよう地球温暖化対策をはじめとする環境保全諸施策に取り組んでまいります。以上答弁といたします。はい、ご苦労さんでした。